通貨か。そう、俺気になるのが、はい、まあ、我々はヒーローか、じゃない。はいはいはい、普通科ってどんな勉強してんだろう確かに僕もめっちゃ気になるんですよ。うん、普通科って何っていう。そう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 。遊泳高校の普通科そう、ってことですよね。そうそう。俺、最初ね、コミック読んでた時とか、はい、まあ、やり始めた頃って、なんかこの、ヒーロー科が、まあ、いわゆる普通科に当たるのかなぐらいに思ってたの。うん、どっちかというと。だ普通科ってあるからさ。ノエっていう。確かに。うん。どうなんですかね。ヒーロー科は、いわゆるこう、ちょっとこう、本当にプロを目指している、エリートが、いる、まあ。なるほど。エリスグリの、子たちが、特別。っていうのがちょっとイメージとあって、それとは別にまた違う受験で受けた人たちが普通科にいるんじゃないかなって思うんですよね。普通科のさ、受験ってどんなんなんだろうね。なんでしょうね。普通に筆記とか。だってヒーロー科に比べると多少やっぱこう難易度が低い。低いのかな。低い多分ものになっているんじゃないかなって。あれだよね。いわゆる面接とかすんだよね。俺高校受験の時面接あったんだけど。俺もあったの。あと面談つうか。はい。親子で。いや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 、一人で。あなたはなんでうちの高校を受けたんですかみたいなのとか、あったんだけど、これやるの、やってんのかな、やってんすかね、あの先生方が。